クイーンズタウンはニュージーランド南東のオタゴ地方の内陸、ワカティップ湖畔に面した町である。周囲の山々に囲まれたその美しさがビクトリア女王にふさわしいと名付けられたことに由来する。世界的に有名な観光、保養地である。1862年にショット・オーバー川で金脈が発見されて以来、町は急速に発展し人口も数千人に増えた。 しかし、金脈が尽きると人口は数百人に激減してしまう。クイーンズタウンの一現在は高原の避暑地のような佇まいでバラエティに富んだアクティビティの拠点になっている。夏にはバンジージャンプやパラグライディング、ゴルフ、湖でのジェットボート、釣りなどが楽しめ、冬には周囲のコロネットピークやリマーカブルズといったスキー場で、スキースノーボード、蒸気船での観光、 カジノでのギャンブル、食事などを楽しむこともできる。クイーンズタウンはバンジージャンプ発祥の地としても有名である。小さい町ながら宿泊施設、飲食店、土産物店などが充実している。年間およそ130万人の観光客が訪れる。クイーンズタウンから車で30分程度の距離にあるアロータウンはゴールドラッシュ期に栄えた町である。アロータウンでは 金脈発見当時の歴史的資料の展示等を見ることができる。簡素で素朴なアロータウンは人気の観光地でもある。クイーンズタウンを拠点に世界遺産でもあるで、バヒポーナム、南西ニュージーランドフィヨルドランド国立公園にあるミルフォードサウンドへ向かう観光客も多い。クイーンズタウンからミルフォードサウンドへは車で4時間半、セスナキで40分程度。 内陸に位置するため、1日の中でも気温差が大きい。夏は昼間は高温となるが、朝晩は気温が下がる。冬はニュージーランドの中では寒冷であり、氷点下まで冷え込むことが多い。ニュージーランド航空とカンタス航空の直行便がオークランドとクライストチャーチからクイーンズタウン空港へ向け毎日就航している。クライストチャーチを経由し、ロトルア空港へ向かう。 航空路線も就航している。ウェリントン国際空港へは不定期便。その他、オーストラリアのシドニーからクライストチャーチ、または、オークランド経由便が毎日就航している。ブリスベン、メルボルン路線は、季節便での就航となる。長距離バスでのアクセスとしては、クライストチャーチダニー電話中グレーマウス、ミルフォードサウンドなどから、インターシティニューマンズ社の長距離バスが出ている。 クライストチャーチクイーンズタウン間の移動時間は7時間半、ダニーデンクイーンズタウン間の移動時間は6時間半、程度。その他、アトミックシャトル車なども同様の定期便を出している。この他、ワナカコネクション社によるワナカから定期便もある。ありがとうございます。